今日のサンデーモーニングも期待に見事に応えてくれました。久々ご登場の佐高さん、この評論家ねがやらかしてくれましたけども、2つトランプは統一教会信者、そして自民の腐敗は宿便だということで、実はねこれ名言が誕生したんですけどもね、これをご紹介しましょう。さあ佐高さん、まあもちろんあのゴリゴリのねこれ左派の人でございまして、あの左派のチャンネルであるデモクラシータイムズとかそっちの方にはよく出てます。私もこうたまに見ていますけども、まあ別にね、内容によりましてはあなるほどねなんてことも言うんですけども、まあ全体的な話としてはね、まあ全共闘時代の懐かしい話をね、まあ遠い目で見ているという、まあそんな感じがしますけども、さあそれとね、この動画なんですけども、実は私がねこれ撮った動画なんですが、今でもねたびたびあの動画もう一回見せてほしいというねコメントが結構入るんですよ。はい、今日の動画の最後にね短くなんですけども、この動画ねまたご紹介したいと思います。いやこれいい動画ですよ、これ私撮ったんですけどもね。さあ行きましょう。トランプ大統領なんですけども、あのね統一教会の信者だっていうふうに、支持者だっていうふうにこう言い切ってしまったんですけども、佐高さん、それはさすがにおかしいでしょう。これ皆さんねご存知だと思うんですけども、トランプさんは確かに統一教会のね何だかの会合に呼ばれて演説してますよ。そしてあの安倍さんも呼ばれて演説してますね。だから2人ともべったりだと、なるほどこの2人は仲良しなはずで、もうカルトだってやるんですけども、いやあのね左派の皆さん大丈夫ですかと、この情報をもとに騒ぎ立てているんですが、こんなおかしいことありませんでしょ。だってトランプさんこれ確かね3億円か何かで呼ばれて喋ってるはずなんですけども、要はギャラが3億円だったら行くか、それだけの話ですよ。行っただけで、安倍さんに言っては無料、安倍さんに至ってはもう無料でしょ、無料でやってます。しかもですね、あの統一教会だけではなくて、宗教のこういうね力のある団体から呼ばれた場合というのは、政治家っていうのはいろんなとこに顔を出すってこと知ってますか、左派の皆さん。これ知らないでしょ。もう安倍さんのとこだけ引っ張ってきてこうやって言うんですけども、いろんな政治家が呼ばれりゃ行きますよ、いちいち考えてません。で呼ばれたらやっぱり票ってこともあるしね、あの全ての団体にねちゃんとしたところ顔を見せなくちゃいけませんから、行くのがまあ結構普通じゃ普通なんですよ。で現実に立憲民主であるとか他の野党の皆さんも呼ばれていって言ってるでしょ。でどうですか、立憲民主党だったらね、あの立証厚生会とかね、そういうのがあるわけです。そして公明党だったら、まあこれはもちろん創価学会ってことになりますけども、こういうね小さいものを入れましたら、宗教関係のところに顔を出してる政治家多いですよ。これ別に何ら不思議もないことなんですが、なぜかここだけ捉えて支持者という言い方をしてしまってるんですよ。これはねどう考えてもね、これね佐高さんおかしいと思うんですけども、まあこの辺がぶっ飛んだとこですね。でねこれを地上波じゃなくて、いつものね、これあの YouTube 番組の左派系のチャンネルで言う分にはいいですよ。まあ私もね何回も聞いてますけども、言う分にはいいです。でもね地上波でやっちゃいますと、我々はいいですよ、あのこうちゃんと物を見てるね我々日本人はいいんですけども、情弱な日本人の方たちいっぱいいるんです。これ見ちゃったら、やっぱりトランプはそうだったんだと、だからもしトラっていうのは本当に怖いことなんだっていうふうに短絡的に考えるでしょ。でしかも安倍さんの話をそこに持ってきて、やっぱり安倍は悪かった、あのね、あの申し訳ないんですけどもね、こういう人たちがどうしてもね地上波はいっぱいいます。だからねそういう形をこうね、あの騙すようなことっていうのはやめた方がいいかと思いますが、だけど恐ろしいのはこういうものを平然と地上波で流してしまうこのね TBS、 まあ恐ろしいとしか言いようがないですよね。さあそして次は宿便の話なんですけども、いやいやこれもね、地上波でどうだろうな、これね、あの佐高さんの持ちネタだと思うんですけどもね、はい、こういうこと言ってました。まあ要は今のこの裏金問題汚職、いやこれは悪いですよ、私もこれ呆れ果てましたけども、これをね、評しまして、長年たまったこれは政治家のねこれは宿便だと。まあ確かにそうかもしれません、意味合いとしてはそうですよね。どん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 たまったものがもうどうしようもならなくなってんだという言い方をしていましたけども、ここで名言が爆誕いたしました。ドーンということで、積もり積もったものを1番目ロッキード弁、そして2番リクルート弁、3番佐川急弁ということで、この3つがね、あのたまりにたまって積もりに積もって今に至って一気にこれは噴射したんだみたいな、そんな言い方をしてるんですね。これね、あの佐高さんね、こう得意げな顔して言っておりましたので、これはもう佐高さんの、あじゃない、誰だったっけ、あ佐高さんか、いいんですね、はい、佐高さんのこれはね完全に持ちネタだと思いますよね、はい、うまいこと俺言ったなと思ってると思うんですけども、まあでもね今言いましたように、どこまで行きましてもまあ全共闘時代の懐かしい話かなっていう感じがしますね。
さあ、そしてね、これは佐高さんだけではなくて、番組全体の流れなんですけども、やっぱりね、もうシトラの話をしてました。で、今日もね、ひどい偏向報道があったんですけども、もう今どうですか？共和党トランプさん圧勝ですよね。で、ヘイリーさんはもうこれ撤退と。でもこれは勝負ありました。ところがね、どうしてもこのトランプさんがこれ勝ったっていうのが許せないんでしょう、三文字としては。唯一ヘイリーさんが勝ったのがバーモント州でしたっけ？どっかで競り勝ちましたね。で、そこがね、嬉しくて仕方がなかったみたいで、それがトランプ氏の唯一の懸念材料だっていうわけなんですよ。どういう言い方したと思います？トランプさんが圧勝したように見えるんだけども、見てくださいと、このバーモント州ではヘイリーさんが勝ってます。つまり反トランプ派がこれだけいるということなんですよと。それを喜んで三文字台紹介してたわけですけども、何言ってんだって言いたいですよね。これまでのこのスーパーチュースで、これね、共和党民主党同じくなんですけども、大概ね、大体競りますよ。競ってどっちか勝つもんですから、反対派というのはほぼ半分近くいるっていうのはこれ当たり前なんです。で、今回みたいにトランプさんが圧勝するケースってやっぱり稀でしょ。これが当然の、これ事実でしょうが。ところが、その圧勝したトランプさんなんですけども、明らかに今回ね、ヘイリー支持は少なかったと。それを持ってきて、反対派がこんなにいるのが、これがトランプさんの懸念材料だって言ってますけども、だったらこれまでやってきた大統領ね、競り勝ってきた大統領は懸念材料どころじゃないでしょう。半分近くが敵なわけですから、おかしいと思いませんかね。とにかく三文字としては、このトランプさんがこの勝つというのが許せないと。で、なんかね、こうチャンスを狙ってこうね、こう腐してくるというのは、これ彼らの手口なんです。ということでね、佐高さんと大丈夫でしょうかと言いたいです。確かね、2年ぶりぐらいの出演だと思うんですけども、ちょっと張り切っちゃったかなっていうね、感じがしましたね。はい、名言を残してくれましたので、皆さん、さっきのね、名言、あれね、頭に叩き込んどいてくださいね。ということでね、懐かしいこれ写真も持ってきました。これ2017年なんですけども、 TBS の偏向糾弾デモということで、赤坂に向かってガーンとこうやって行ったやつありますよね。で、この時はね、ヒロミがふざけんなっていうことをやってましたけども、もちろんこれは三文字も含めてでございますと。真ん中のね、ほら、左から2人目にこのガナハさんがいますけども、懐かしいですね。またそろそろこういうことやんなくちゃいけないんじゃないかと私は思いますよ、これね。ということで、最後なんですけども、こちらの動画ね、これ私が撮ったんですけども、はい、見てください。これいいでしょう。朝7時ぐらいだった記憶があるんですけども、潜水艦がね、ずっとこう港に入ってくる、この動画って結構珍しいんですよ。潜水艦がね、こうやって目の前で見えること自体珍しいんですけども、こう曳航されてドックに入ってきます。で、この前の女性はね、一生懸命にこの日照旗をね、振ってるんですけども、ここにね、この潜水艦がドックに入ることを知っていたんでしょうね。でね、この画像じゃ遠くになって見えないんですですけども、潜水艦の上にもちゃんと日照旗じゃなかった旭日旗がたなびいているんですよ。いいでしょ。何回見てもいい動画なんですよ。私ね、これを使ってこれからね、この動画のなんか頭にね、これ固定でこれ流そうかななんて思ってるんですけども、ちょっとね、プロに依頼してこれ作成してもらおうかと思っております。はい、今日の動画が良かったと思う方はいいねボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは。